はい、どうも皆さんこんにちは。ミニマリストのたけるです。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。はい、ということで今回の動画では、忙しさを生む5つの原因と忙しくなくなるコツをお話ししていきたいと思います。なぜ今の人が忙しいのかといえば、個人レベルで見れば人が忙しい理由はいろいろあると思います。仕事が多すぎるからとか、介護があるからとか、まだ子供が小さいからとか、いろんな理由があると思うんですけど、突き詰めて考えれば、そんな風に忙しくなってしまうのは次に挙げる7つの理由のどれかに当てはまると思いますので、ぜひ参考にしてみてください。まず1つ目の理由が、忙しいことがいいことだと思っているからです。多くの人が忙しいのは、忙しいことが人生充実している証拠だと思っていたり、暇なことイコール悪いことという認識があるから、いろんな用事を増やして、やることを増やして、わざわざ忙しくしている人がいます。つまり、やることがないことに、暇になることに、ある意味不安に思っているわけです。続いて2つ目の理由は、やるべきことをギリギリまで放っておくからです。やるべきことを後回しにして、期限ギリギリまで手をつけない人っていますよね。家計簿をつけること、レシートとか領収書をまとめること、あとは家事とか掃除とかお仕事とか、いつもギリギリで動こうとすると、あまりの忙しさで他のことに手をつけられなくなります。いつも何かしらの急な用事ができて、すぐに対処しなければいけない問題を抱える羽目になって、いつも忙しくイライラして日々を送ることになります。続いて3つ目の理由は、ノーと言えないからです。飲み会の誘いだったり、ご近所付き合いだったり、友人からのお誘いだったり、人生にはいろんなお誘いがあります。たとえ自分が疲れていて、早く家に帰ってゆっくり休みたいと思っても、ノーと言えない、断れない。でも気乗りしないお誘いをきっぱりと断らなければ、どんどん自分の貴重な時間を奪われてしまいます。続いて4つ目の理由は、物や情報が多すぎるからです。まず物が多いと、その物の管理に時間を取られて、必要以上に忙しくなってしまいます。皆さんも経験があると思うんですけど、物って想像以上に時間を奪ってきますよね。例えば普段の整理整頓も片付けも掃除も洗濯も料理も大変になるし、洋服を選ぶのにも時間がかかってしまいます。そして多くの人が昔よりも今忙しくなっているのは、インターネットが普及して日々情報の渦に飲まれているからです。 Facebook とか Twitter とか YouTube とか、そういった SNS の媒体だったり、 LINE とかメールとかオンラインショッピングとか、きっと多くの人がいつもスマホを片手にいつも眺めていると思います。外に出かけても、電車の中とかレストランの中とか喫茶店とか、ほぼ7、8割の人がスマホをいじっていたりとか、パソコンをいじって貴重な時間が失われてしまっています。そして5つ目の理由が、人の仕事までやっているからです。最近の主婦の方は共働きでお仕事もして、そして家の中の家事もして、さらには子育てもして、とても忙しいと思います。だから今の時代では、夫婦やご家族で家事とか子育てを分担するのが理にかなっていると思うんですね。で、仕事に関しても、自分が何でもかんでも仕事を引き受けていたら、いつまで経っても暇な時間、休める時間、自由な時間ができません。ということで、人が忙しくなる5つの理由をピックアップしてきましたけども、
皆さんご自身はいかがだったでしょうか？いくつ当てはまりましたでしょうか？で、これからそんな忙しさから脱却するためにはどうすればいいのかというと、先ほどピックアップした忙しい原因5つを順番に解決していけばいいわけです。まず忙しさから脱却する上で大事な1つ目のポイントは、忙しいのは美徳でないと知ることです。忙しくないからといって、暇な人間だからといって、その人の人間性が劣るとか、つまらない人生だなんてことはありません。人生がつまらない、充実しているっていうのは、他人が決めることではなくて、主観的な感情です。だから僕自身昔はせかせか忙しく生きていたんですけども、今となってはのんびり時間を過ごすようにしています。だから一般の方から見ると結構な暇人です。時間にすごく余裕を持って生活をしています。だからといって僕自身の人間性が劣るというわけでもないですし、人生が退屈つまらないっていうわけでもないんですよね。むしろゆったりと穏やかに時間を過ごすことは何者にも変えがたいものです。人それぞれ幸せの形って違うと思うんですけど、でもおそらく皆さんに共通している幸せの形って、僕は自由さだと思うんですね。束縛されて自由でない状態っておそらく多くの人にとって幸せじゃないと思うんですよ。例えばなんですけど、恋人とか家族とか学校から束縛されるっていうのは決して幸せとは言えないと思うし、もちろん一人一人が気持ちよく生きていくためにある程度節度のある行動って大事なんですけど、その中でもいかに自由に生きられるのかっていうのは僕の中では大事だと思っていて、僕がこうして大量のものを減らして、人付き合いも減らして、仕事も減らしてきたのは、自由な時間を得るためなんですね。なのでちょっと話は逸れてしまったんですけど、それほど自由な時間を作って、時間にゆとりある暮らしをしていくっていうことが、とても重要だということが分かっていただけたらと思います。続いて時間にゆとりを持つための2つ目のポイントは、やるべきことは早くやるということです。どうせいつかやらなければいけないことなのであれば、パパッと早いうちに済ませておくことが重要です。だらだらと長引かせるのも正直時間がもったいないし、無駄にお金を使ってしまったりとか、無駄に労力を使ってしまったりっていうことにもつながってしまうので、やるのであれば短時間で、短期間でパパッと済ませることがおすすめです。物事を後回しにするとダラダラとやってしまうと、その間にまた別の用事が入り込んできて余計に忙しくなってしまいます。で、忙しくなりすぎて大事な要件を忘れてしまったりとか、期限が過ぎてしまったりっていうことにもつながってしまうので、やるなら即行動がおすすめです。で、やるべきことを早め早めで片付けておくと、スケジュールにも余裕が出てくるので、心にも余裕が出てきます。だから、忙しさから来るイライラもなくなってくるし、で、スケジュールに余白ができるからこそ、そういったところにチャンスが入ってくるんですね。でも、常に忙しくしている人は、そういったチャンスが入り込む余地がないので、そういった忙しい人生を、生活をずーっと歩むことになってしまいます。なので、やるべきことはパパッと済ませることが大事です。そして、三つ目のポイントは、断る勇気を持つということです。人生の主役は自分なわけなので、友達からのお誘いとか、飲み会のお誘いとか、そのお誘いに乗るかどうかは、自分の気持ちを優先させるべきだと思います。もちろん、会社のお付き合いでやむを得ずっていうことは十分あると思うんですけど、そういった場合を除いて、できるだけ時間にゆとりを持つためには、友達からのお誘いだったり、ご近所付き合いだったり、自分にとって不要な人付き合い、お誘いっていうのは断るべきだと思います。丁寧にお断りすればお相手も分かってくれると思いますし、もしそれで縁を切られたりとか
起こってくるのであれば、その人との関係はそれまでの関係だったということなので、早めにそういった人とは縁を切った方がお互いのためだと思います。それにお誘いを断ったからといって人生が終わるわけではありません。だから自分の人生を有意義に、時間にゆとりを持って穏やかに過ごしていくためには、余計なお誘い、無駄なお誘いをきっぱり断るっていうことが大事になってきます。僕自身も前々から言ってることなんですけども、こんな風に YouTube 活動をしていて、いろんなお仕事の依頼が来ます。それこそこんな商品紹介してくださいとか、もう3日に1回ぐらい来るんですね。でも僕自身はそういったお仕事の依頼、お誘いっていうのはほとんど断るようにしてます。なぜかというと、企業案件って結構な時間を要するので、かなり貴重な時間を失われてしまうし、相手にも気を使ってしまうし、だから僕はよっぽどのことがない限り、よっぽど自分が欲しいと思える商品、やりたいことでない限り、そういったお誘いも断るようにしてるんですね。で、友達付き合いに関しても、僕は必要最小限の人付き合いしかしていなくって、それも自由な時間を作って自分の人生を楽しむためなんですね。だからちょっとそれは極端かもしれないんですけども、そんな風に嫌なお誘い、自分が乗り気じゃないお誘いは断るっていうことが大事です。続いて4つ目のポイントは、物を減らす、そしてデジタルデトックスをするということです。ぜひ皆さんから貴重な時間と気力を奪ってくるいらないもの、必要ないもの、邪魔なものは徹底的に処分するようにしてください。物が減るだけでも圧倒的に時間にゆとりが持てるようになります。そして SNS とかテレビとか YouTube とかダラダラ見る時間は減らしてみてください。例えばスマホを見る時間を制限してみるとか、見る時間帯を決めるとか、時にはスマホの電源を切ったりとか、ちょっと体から離したりとか、パソコンを開かない時間を作ったりとかして、自分とネットをつながない時間を楽しむっていうのもいいと思います。僕自身もこんな風に動画撮影をして、この後に編集作業に移るんですけども、その編集が終わって作業が一区切りした段階で、スマホとかパソコンを家に置いて外に出かけるんですね。お散歩をします。そんな風にデジタルデトックスをするっていうのもいいと思いますし、何か別の熱中できることを見つけることをおすすめします。やっぱりネットって一度繋がってしまうと時間がどんどん過ぎ去っていくので、僕自身も気をつけるようにしてるんですね。もちろん必要であれば使わなければいけないんですけど、極力無駄な時間を過ごさないようにインターネットを手放すというか、ネット環境を遮断する時間も必要だと思います。そして最後、5つ目のポイントは、何でもかんでもやろうとしないということです。自分の体力もそして時間も有限なものなので、仕事も家事も子育ても何でも自分で抱えるのはやめにして、人の力を借りる、頼る、サボる、手を抜くっていうのがおすすめです。僕自身も昔は完璧主義者で、ずっと完璧を求め続けていたので、もう暇さえあれば何かしらやるべきことを見つけてやってたんですけど、相当肉体的にも精神的にも疲れていました。もう全然心も体も休まらないんですよね。で、ある時体調を崩してしまって、そんな時に出会ったのが心屋仁之助さんっていう心理カウンセラーの方なんですけども、その方の本を読んだりとかブログを見たりとかして、頑張らなくていいんだな、サボっていいんだな、休んでいいんだな、手を抜いても全然いいんだな、そんななんかダメな自分というかポンコツな自分でも人から責められることはないし、そんな自分でも認めてくれる人を大事にしていけばいいんだっていうことに気がついて、僕は頑張ることをやめました。肩の力を抜いて 6,7 割の力で頑張るようにしています。で、自分のできないことだったり苦手なことだったり、やりたくないなって思ったことに関しては、人の力を借りたりとか協力してもらったりとか、誰かにお願いしたりとかっていう風にしています。そうすることによって時間的にも余裕ができたし、肉体的にも精神的にもかなり楽になりました。だから何でも自分でやろうとするのではなくて、時には手を抜くことも大事だし、
完璧を求めないっていうのも大事だし、サボることも大事だし、周りに協力をお願いする、周りの力を借りるっていうのはとても大事だと思います。そして最後に皆さんにお伝えしたいことは、一番手っ取り早く簡単に自由な時間を作る一番いい方法が物を減らすことです。僕の人生においても物を減らすっていうことが一番手っ取り早く、そして簡単にできたことでもあるし、そして物を減らしたことによって圧倒的な時間ができたっていうのは言うまでもないので、本当にこれはおすすめの方法です。片付けとか整理整頓は一日数分からできることなので、ちょっとずつやってみてください。で、身の回りの環境が整っていけば時間にゆとりが持てるようになって、今現在の生活の中で、そして人生の中で優先すべきことがだんだん見えてくると思います。だからまずは手っ取り早く自由な時間を作るために物を減らしてほしいなと思います。ということで、今回の動画はいかがだったでしょうか。もしちょっとでも参考になりました、よかったよと思われた方がいましたら、ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。そして下の方にコメントもお待ちしております。ありがとうございました。